はい、皆さんおはようございます。今日はですね、2月1日の土曜日になります。早いですね。もう2020年もついに2月入っちゃいました。今日はね、比較的風が、北風が強いんですよね。そんな関係でですね、いつも言い訳ばっかですいません。ツーリング行きませんということで、今日はね、先週二輪館祭りウィンター行ったわけですけれども、その時いただいたね、1000円分のポイントのチケットをいただいてますんで、そのポイントをね、つけてもらいに、これから、所沢のね、二輪館さんの方に行きたいというふうに思ってます。それで二輪館祭りではですね、小峰さんのブースでね、アウトレット品の、ツーリングバッグ、これをね導入したわけですけれども、こちらもね今日取り付けてきましたので、こちらのインプレッションもねちょっとしてみたいなと思ってます。それでこの小峰さんのねシートバッグの方はね、 B級品アウトレット品というような言い方で説明してましたけれども、自宅に帰ってね、いろいろネットを調べてみるとですね、これ2020年モデル、今年のモデルなんですね。ですので、まあ店頭展示品だったか、そういうものだったんだろうなと理解しましたけれども、いや本当2020年のモデルのね、最新式のシートバッグ、これね2000円で買えて本当大変ラッキーでした。で、2000円だった理由をね想像するといろいろあるんですけれども、普通に使えます。まあ装着もね、ちょっとベルトは100均でね、以前から購入して持っていた、ベルトで、取り付けましたけれどもね、はい、二輪館さんついちゃいましたね。続きはこの後また。はい、それでは改めまして、ちょっと小峰さんでね購入したシートバッグのね、インプレッションしたいと思います。どんなもんなのかということですね。まず取り付けの方ですけれども、これベルトでですね、シートの方に装着してます。まあこの辺は普通のシートバッグとほぼ同じということになります。それで外観ですけども、こういったリフレクターがねついてるということで、まあ安全設計になってます。それで上の方はね、こういうネットのねちょっとした入れ物とか、ここがねこう開くんでね、この辺にもちょっとお財布とかそんなのが入れられるようになってます。で、中の方はですね、よいしょ、こんな感じですね。こんな感じで、これリックサックにするときのちょっと入れてますけれども、こんな感じの容量になりまして、よいしょ、今現在はですねこの中16リッターとこういうことなんで、まあ普通に、レインウェアとかですね、そういったものをね入れて置くのにちょうどいいということになります。それで荷物が増えた時なんですけどもね、荷物が増えた時には実はこれ24リッターの容量まで増えるというバッグです。じゃあちょっと今ヘルメット入れてみますかね。はい、このヘルメットですけど、このヘルメットをこんな感じで入れました。それで、ベルトをね、緩めるんですけれども、ちょっと今ベルトを緩めます。
ちょっとね、片手じゃ厳しいんです。前2箇所のベルトを緩めます。それから後ろにも1個あってですね、こちらも緩めます。よいしょ。そうするとですね、こう周りがこう上がるんで、はい、今こんな感じになりましたけれども、ヘルメット、フルフェイスのヘルメットがね、1個ドバンと入るという、そういうバッグです。まあフルフェイス入れることはないんですけれども、どっかね、ツーリングで出かけて、お土産みたいなの入れるときには、まあ、フルフェイス1個分入ればね十分だと思います。でちょっとまたヘルメット外しますね。よいしょ。ヘルメット外しますよね。ヘルメットどかします。よいしょ。それでヘルメットみたいな大きいものを、入れないときはね、さっきの逆の手順で、ベルトを縮めていただくとですね、今ベルト開いたまんまですけど、まあこういう形でね小さくなるというものです。だからね、すごくいいと思います。まあアマゾンとかでもね、いろいろ小峰さん以外のメーカーからもいろいろ出てて、安いのになると4000円ぐらいからあるんですかね。この小峰さんのはね、アマゾンさんで1万2000円前後すると思います。バッグの中身をきちっとご紹介してませんでしたけれども、開けるとねこういう風になってて、ここにチャックがついてます。この中にもね品物が入れれると。でこちらの方もですね、こういう、ちょっとしたポケットがねついてるのと、まあ荷物がずれない用のバンドがついてるというのがね、このバッグの中身です。外側はこれ中になんか芯が入ってますね。多分プラスチックでできた芯だと思います。はい、以上がこのバッグの、ご紹介になります。今ねちょっと走ってきたんですけど、走ってきた感じとしてはね全然問題なく、ズレもしないし、この装着方法で全然問題ないのかなと思ってます。まあ荷物重たいもの入れるときはね、もうちょっと頑丈にねバンドをねきちっとした方がいいのかなと思いますけど、今はこのベルトでですね全然十分に、くっついてます。まあ何箇所も止めてるんですけどね、実際簡単についてるように見えますけど、はい、これでねツーリング行った時のお土産とかも買えるし、まあ1泊ぐらい、1泊200ぐらいだったらこいつで十分かなと思います。それでやっぱりこのカバンのね、カバンを選んだ一番の理由としてはね、まあ、MT-09、ご覧の通りの、ストファイモデルになってね、ちょっとお尻シートの後ろはね、こういった感じで、ショートモデルになってるんですけどね、まあ、この辺刀とかと一緒ですけども、この状態のバイクにですねやっぱり、トップボックス、これをねつけたくなかったというのが一番です。まあそんな状況の中で探してて、たまたまこれが見つかったというところです。はい、それでは二輪館さんをね後にしたいと思います。1000ポイントね足してもらいました。二輪館祭りのいいところはこのポイント還元をね毎回くれるんですよね。500円だったりで、今回はね1000円なんですよね。うん、その分あのキーホルダーとかそういうのなかったんで、県の方にね値段をアップしたのかもしれませんけれども、1000ポイントはなかなかね1000円分ですからね、お得だと思います。それからシートバッグ、今ね簡単にインプレしましたけれども、いかがですかね。
これね、実は冒頭でちょっと、言いましたけども、リックサックにもなります。ですんでツーリング中にね、大事なものが入ってたら外して、背中に背負えばいいんですけどね。背負うとこんな感じです。はい、まあこういうようなね、代物ということになります。実はトップケース私自身持ってるんですよね。前のオートバイの時はですね、シートバッグではなくてですね、トップケースを使用していました。なんだかんだね、雨の日とかもやっぱり便利なんですよね。それで今そのトップケースはね、中華モンキーの方につけてますんで、中華モンキーで何かダーツとかでね、道具が必要な時っていうのはその、トップボックスに入れて、行ってるということなんですけれども、ですね、便利さを取るかね、見た目を取るかということなんですけれども、まあ、トップボックスも今キャリアつけてなんだかんだで2万円出さないでつくと思うんですよね。それでシートバッグだいたいいいのだと1万円ぐらいということなんで、コスト的にはシートバッグの方がもちろん安いですよね。あとはやはりバイク普段乗るときにね、どういったところへ行く機会が多いかということが判断の一つかもしれません。ツーリング、ロングのツーリングばっかりだとかですね、長距離のですね、それとかキャンプツーリングばっかり行ってるよっていう方は間違いなくね、トップケースつけた方がいいと思います。ただいや、ほとんどそんな荷物なんか持ってかないよと、いうような方にはね、あえてつける必要はないと、トップケースなんて必要ないと思います。で、私はね、何とも言えないんで微妙なんですけどね、私自身は。ですけど、まあ今回たまたまお安く手に入れることができたので、シートバッグ、まあ MT にはね、この後トップケースがつける予定はありません。やっぱり見た目を優先に考えたいと思ってます。このシートバッグはね、フルフェイスのヘルメットが一つボンと入っちゃうぐらいのスペースのある、まあ24リッターになるということなんでね、多分私のツーリングスタイルではですね、このツーリングバッグで十分だと思ってます。そうだ、安全面もあるんですけどね、シートバッグはどうしてもベルトを装着するようになるんで、ベルトがタラーンと垂れてたりしてチェーンに巻き込まれてしまうと、こういうようなことがあった場合はもうタイヤロックして事故につながりますんでね、その点は十二分に、注意が必要です。その点トップケースはね、そんな心配ありませんのでね、安全面として考えるとやっぱりトップボックスなのかな。まあ、ちょっとこの辺はね、ご使用される方の自己責任できちっと管理していただければと思います。ということでね、本日は二輪館祭りでいただいた1000ポイントの付与をするためにですね、二輪館さんへ、お邪魔をしたのと、同時に購入したね、ツーリングバッグのご紹介でした。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この辺で失礼いたします。バイバーイ。